ガズイアンテップトラムはトルコの都市であるガズイアンテップ市内に存在する路面電車。2020年現在はガズイアンテップ都市圏自治体の完全子会社であるガズイアンテップ交通会社、通称ガズイルアスによる運行が行われている。ガズイアンテップ都市圏自治体が2006年に制定した交通計画に基づき同都市に建設が実施された路面電車。 建設は3段階に分けて行われ、そのうち、第1段階となる、ガズイアンテプ駅前広場ブルスジャンクション間の全長 9.5km は2008年に着工し、2011年3月1日に開通した。ついで第2段階、第3段階の区間の建設も実施され、前者は2012年9月7日、後者は2014年3月22日から営業運転を開始した。 さらに2016年には混雑解消のため、線形改良や、電停の延長が実施されたほか、圧ッと方面へ向かう系統の延伸が行われている。これらの路線は開業以降、ガズイアンテプ都市間交通計画、鉄道運営部門による運営が行われていたが、2016年6月1日以降は、ガズイルアスへ移管されている。2020年現在は、 以下の3系統による運行が行われている。運賃については、ガズイグラスが運営する他の公共交通機関や動物園、博物館などの施設でも使用可能な非接触式 IC カードのガズイアンテップカードで支払う形が用いられており、路面電車の基本運賃は2.855トルコリラである。2020年の時点でガズイアンテップトラムに在籍する。 車両はすべて他国の路面電車から譲渡されたものである。ガズイルアスの公式ページ。2020年12月13日閲覧。ありがとうございます。